ずっとね、残ってほしいと思う選手もいました。でもね、彼にとって、ヴァンフォーレ甲府というこのクラブは小さすぎたんです。彼はこのヴァンフォーレ甲府で大きく育ってしまった。そう、今回お別れを言わなきゃいけないのは、ヴァンフォーレ甲府の背番号18、柏義文選手。この背番号7、受け継いでほしいと願っていたんですが、今の彼にはヴァンフォーレ甲府は小さすぎた。そう、 J リーグ現在2連覇中、強いチーム ACL を戦うチームで、世界を相手に戦いたい、当然の話です。そしてルールにのっとって移籍をするんだからね、僕らも、まあ、認めなければいけません、まあ、これでね、柏義文がね、明るく上を目指してとちゃんとね、そういうコメントで出て行ってくれれば、まあ、仮にね、甲府を出るのが辛いですとかって言われたりしたら、お前何言ってんだと思うとこなんですけども、まあ野球で言えばね、 FA で出ていくなんてのはね、保証金なんでね、いい方、移籍金ゼロで出ていかれるんだから、まあチームになんか残してほしかったなと、いや、まあたくさんの思い出残してくれました。世界へ羽ばたくんです。笑って送り出しましょう、柏義文選手。これでね、1、2年で戦力外だって言って尻尾巻いて帰ってくるような選手だったらね、そんなんじゃ甲府に居場所ないと思ってください。でもまた最後に笑って会えることを待ってます。勇気を得た血のスーパー柏、勇気を得た血のスーパー柏。まだまだ甲府で育った選手、山梨出身、子供の頃からヴァンフォーレ甲府を見てきてくれた、そんな選手ですから、ずっと見ててください。来年クリスティアーノいるんで、お前のポジション心配してないから、じゃあね、頑張ってきてください。今こそ